乃木坂46のロゴの乃木坂46は日本の女性アイドルグループである。秋元康氏のプロデュースにより2011年8月21日に誕生した。2006年からソニーミュージックエンタテインメントグループのデフスターレコーズに所属していた AKB48 が2008年にキングレコードへ移籍した後にヒットしたことはソニーミュージックの担当者が 逃した魚は大きかったと語った通り、ソニーに大きな影響を与えた。これを背景として、2011年に SME と秋元康氏の合同プロデュースによる新たな女性アイドルグループが企画され、乃木坂46の結成に至った。結成時のメンバーには、モデルの伊藤真理香や深川舞、ヒテレジェニック2011候補生の井上さゆり、 ミスマガジン2011の江棟美祭、元とももいクローバーの柏美雪菜、な、青春女子学園の河後、春菜や農場を学ミ、SPL アッシュの中本姫か、スプラッシュの山と里菜、地の畑中清らなど、多くの芸能活動経験者が名を連ねた。乃木坂46は、コンセプトがないのをコンセプトとし、AKB48 のシャドウキャビネットとして、存在する。 その様相は、乃木坂46のファーストシングル、ぐるぐるカーテンのカップリング曲、会いたかったかもしれないのメガボルトから出現し始めた。このメガボルトは、AKB48 の会いたかったをトレースした作品で、AKB48 の影を描写している。このため、会いたかったのメガボルトが真夏に撮影されたのに対し、会いたかったかもしれないのメガボルトは真冬に撮影された。 会いたかったかもしれないのメガボルトには当時 AKB48 のセンターであった前田敦子が登場し、乃木坂46のセンターに抜擢された生駒里奈に当時の自分を重ねるような視線を送るシーンがある。また、乃木坂46は AKB48 グループに属さず、AKB48 の公式ライバルとして存在する。AKB48 グループが 専用劇場を持つのに対し、乃木坂46は専用劇場を持たない。AKB48 グループが選抜総選挙を実施するのに対し、乃木坂46は舞台16人のプリンシパルにおける配役決定で投票を実施するという差別化を図っている。このような差別化は乃木坂46のファーストシングルぐるぐるカーテンのメガボルトにおける 私立女子校の風景から提示され始めた。乃木坂46は専用劇場を持たないため、その世界観は乃木坂46の冠番組である、乃木坂ってどこなどの映像を通じて構築され、各局のメガボルトがその世界観を補完する役割を果たしてきた。乃木坂46運営委員会委員長の今野吉尾によれば、 乃木坂46では AKB48 とは異なる形のエンターテインメントを目指すプロジェクトを方針としていくつかのテーマを掲げている。第一に劇団のようであることである。乃木坂46においてダンスは舞踏舞踊として位置づけられ、ダンスを通じて劇を演じることによって一つの作品を提示することを命題としており、振付面では ミュージカルのような芝居ができるグループとして、差別化したい、応御所で行きたいという秋元康氏の意向から、ファーストシングルから、フィフスシングルまで、南さすがが振付を担当した。第二に、文化的であることである。CD の特典映像として収録されている、個人 PV は、乃木坂46のメンバーを用いて、文化的な要素を引き出すための装置として位置、続けられている。 音楽面では、既存のアイドルグループと差別化を図るために、フレンチポップスが採用された。スタイリストの堀越キヌイラによって制作された歌、衣装は、おしゃれなリセンヌというイメージから、紫をキーカラーに淡い色調で彩られたクラシカルなフォルム、白い三つ折り、ソックスとワンストラップのエナメルシューズが定番。ただし、このようなフレンチポップス路線は、ファーストシングル、 ぐるぐるカーテンからサードシングル走れバイシクルまで続いた後ホースシングル制服のマネキンを機に路線変更が施され新しいイメージが打ち出された一転して強いメッセージ性を伴うダンスナンバーとなった制服のマネキンのメガボルトは YouTube 上において当時の最多再生回数を記録し後に 乃木坂46の作品群の中でもヒット曲とみなされるようになる。林修によれば、その自作にあたるフィフスシングル、君の名は、希望の歌詞は、主人公である、一人の少年の自我の目覚めを描いている。その後、シックスシングル、ガールズルールでグループ結成時からセンターを務めてきた、イコマリナが、白石舞とセンターを交代、 イコマの AKB48 兼任が発表される。これに対し、白石舞、西野七瀬、生田えり花などのメンバーが異議を唱え、見解の相違は物議を醸し、何をもって公式ライバルなのか、グループの存在意義が問われた。ファンの間では、兼任反対の署名運動が巻き起こった。この結果、AKB48 を乗り越えなければならない目標としていた。 乃木坂46は AKB48 グループのような構造を追求するのではなく、個々のメンバーの個性を生かす方向へと移り変わっていった。2015年には乃木坂46新プロジェクトを掲げ、乃木坂46に続く坂道シリーズ第2弾として、ケヤ坂46が誕生。これを機に乃木坂46は、 AKB48 とは異なる独自グループとして動き始める。2017年には、セブンティーンスシングル、インフルエンサーで初のミリオンセールスを達成。同年、爆発的な売り上げを記録した白石舞のソロ写真集、パスポートを筆頭に、乃木坂46メンバーの写真集6作が、オリコン年間写真集ランキングトップ10にランクイン。11月7日、8日には、 東京ドームでの初のライブ、真夏の全国ツアー2017ファイナルを開催して2日間で、計11万人を動員し、年間のライブ総動員数は約46万人に達した。15本以上の CM 出演数を含め、これらの数字は女性グループとして歴代トップクラスであり、ナンバーワンアイドルグループと称された。年末には、セブンティーンシングル表題曲、 インフルエンサーが第59回日本レコード大賞において大賞を受賞し、共に大賞候補にノミネートされていた AKB48 との直接対決を初めて制した。翌2018年の第60回日本レコード大賞でも 20th シングル表題曲シンクロニシティが大賞を受賞。女性グループとしては2011年、2012年の AKB48 に続く史上2組目の対賞連覇を達成。賞レースの実績においても AKB48 に肩を並べた。同年に会場同時ライブや初の海外単独公演を行い、前年同様にオリコン年間写真集トップ126作がランクインするなど、ここも活躍した一方、イコマリナ、西野七瀬。 若月由美などの結成当初からのメンバーを含む8人がグループを卒業。3期生、4期生のみでの番組出演や単独ライブ開催など、次世代とされるメンバーがフィーチャーされる機会が増加し、メディアでは変革期、世代交代と表現されるようになる。そんな中、約9年間にわたってグループを経営した白石舞が2020年にグループを卒業。 白石の卒業5発のシングルとなる26シ,シングル、僕は僕を好きになるでは、センターの山下水木に加えその両隣のポジションも3期生が固めた。これらの流れを世代交代のターニングポイントと位置づけるメディアもある。グループ名の由来となった旧 s m e 乃木坂ビルグループ名に用いられている乃木坂は乃木坂46のプロデュース会社の ソニーミュージックエンタテインメントが当時所有していた港区赤坂の SME 乃木坂ビルを由来とし、同ビルは乃木坂46結成メンバーの最終オーディション会場として使用された。ただし、乃木坂46のマネジメント会社である乃木坂46合同会社の登記上の本店は SME 本社が入居する SME6 番町ビルに所在する。当初、 ソニー側は、六番長というグループ名を提案していたが、総合プロデューサーの秋元康氏が、乃木坂を提案、議論の結果、乃木坂に決定した。乃木坂46の46という数字は、公式ライバルである AKB48 より、人数が少なくても負けない、という意気込みを込めて、秋元康氏が命名した。 乃木坂46真夏の全国ツアー2017、明治神宮野球場、桜井玲子秋元真夏楽曲の選抜、副人暫定1、明治、ファースト、テンスイレブンス、トエンティースにファースト楽曲以外の、選抜、副人ダンス7副人は、乃木坂って、どこの乃木坂46ダンススキルチェックで選出された7名。検定8副人は、乃木坂と、学ぶの5位。 読解力検定3級試験で上位成績を収めた8名。モンハン選抜はゲームモンスターハンターを盛り上げるために結成された5名。アンアン美脚選抜は雑誌アンアンのナ、no. ンバーワン955で選抜された足の美しい10名。メガネ選抜は乃木坂46が第28回日本メガネベストドレッサー賞で 普段の活動ではメガネをかけていないが、これからメガネをかけて活躍してほしい人として、特別賞を受賞した際、メガネが似合うメンバーとして選抜された6名。乃木坂読書選抜は、雑誌、ダヴィンチの連載、乃木坂活字部の一環で選抜された、読書事情を語る3名。ジュエリー選抜は、乃木坂46が、第2回クリスマスジュエリープリンセス賞の歌手部門を、 受賞した際、選抜された5名。乃木坂46渋谷109、福神プロデュースとバイ TGC は、ファッションの聖地渋谷109と日本のガールズカルチャーを世界へ発信する東京ガールズコレクションとともに、日本のガールズファッションを盛り上げるために急遽、結成された選抜チーム。期間店である渋谷109をはじめ、国内外合わせて9カ所で管理。 運営する各109施設で開催する2017年冬のバーゲン期間中、コラボレーションを展開する。野木ンの儀団は、騎士団の影響を受けた、野木坂46メンバーによって結成されたバンド。2016年、キーボードだった長島聖楽とギターだった深川舞がグループから卒業したが、同年8月29日の真夏の全国ツアー2016。 フォースイヤーバースデーライブの2日目公演から、新たに、和田麻也がキーボードとして登場した。2019年の、乃木坂467スイヤーバースデーライブからは、ボーカルだった、中本姫香と、農場学み、ギターの河村誠陽の卒業により、新メンバーとして、伊藤純奈と、久保おりが、ボーカル、騎士団のギターリスト、西音寺みと星グランマニエが、 ギターのサポートとして加入。旧体制新体制眉坂46眉坂46は、渡辺眉と、乃木坂46メンバーによって結成された2012年発売の、渡辺のソロセカンドシングル、大人ジェリービーンズのカップリング曲、ツインテールはもうしないを歌唱する企画コラボユニット。小地坂46小地坂46は、小島春菜と、 乃木坂46メンバーによって結成された、乃木坂46の公式ライバルでありながら、AKB48 グループの公式ライバルでも、ある独立団体。2014年9月17日に開催された、AKB48 グループ、ジャンケン大会2014拳で勝ち取れ、1、300ソロデビュー争奪戦の C ブロック1回戦で、 小島が当時 AKB48 と兼任していた、生駒里奈と対戦した際、小島が川後、春名、斉藤由里、長島聖が、中田花を引き連れて登場し、その後、乃木坂46アンダーライブセカンドシーズンの15日公演で、乃木坂46の研究生7名、アンダーメンバー3名を立候補ジャンケンを用いて、九州、合計16名で結成された。 サシサカ46サシサカ46は、サシハラリノと、乃木坂46メンバーによって結成された、コラボユニット。2014年12月16日に開催された、第4回、AKB48 紅白対抗歌合戦で、白組副キャプテンである、サシハラリノの出演に合わせて結成された。乃木坂 AKB 乃木坂 AKB は、AKB48 の4サードシングル。 君は、メロディーのカップリング曲、混ざり合うもので結成されたのギザカ46と、AKB48 グループメンバーによるコラボユニット。ギガ200ギガ200は、ソフトバンクのキャンペーン、ギガ学割を PR するユニット。ハニーワークスミーツサユリンゴ軍団真夏さん、リスペクト軍団フロムのギザカ46、ハニーワークスミーツサユリンゴ軍団真夏さん。 リスペクト軍団フロムのギザカ46は、クリエイターユニット、ハニーワークスが生んだ、恋愛青春群像劇、劇場アニメーション第2弾、好きになる、その瞬間を、告白実行委員会のエンディング主題歌として、書き下ろされた楽曲、大嫌いなはずだった、のために結成された、スペシャルユニット、坂道 AKB 坂道 AKB は、 AKB48 の4セブンスシングル、シュートサインのカップリング曲、誰のことを一番愛してるで結成された、乃木坂46、ケヤキ坂46、日向坂46、AKB48 グループメンバーによるコラボユニット。2017年3月31日のミュージックステーション3時間スペシャルなど、坂道 AKB として、 音楽番組にも出演している。5ファーストシングル、ジャーバージャーには、坂道 AKB 第2弾、国境のない時代が収録されている。5フィフスシングル、ジワル、デイズには、坂道 AKB 第3弾、初恋ドアが収録されている。第1弾、第2弾、第3弾、合図4648合図百四十八は、2018年12月12日放送の、 2018FNS 歌謡祭第2夜で乃木坂46、欅坂46、AKB48 グループ、アイズ、ワンメンバーで結成されたコラボユニット。AKB48 の5フィーフスシングル、ジワル、デイズにはカップリング曲として必然性が収録されている。以下、発売されたシングルおよびアルバムのユニット。 サンクエトワールサンクエトワールは、サーティーンスシングル、今、話したい誰かがいるの収録曲、大人への近道、シックスティーンスシングル、さよならの意味の収録曲、君に贈る花がないを歌唱したメンバー。サーティーンスシングルのアンダーメンバーより選抜。サンクエトワールはフランス語で、五つ星という意味、サンエトとも呼ばれる。サユリンゴ軍団、サユリンゴ軍団は、スシングル、 裸足でサマーの収録曲、白米様、およびフォースアルバム、今が思い出になるまでの収録曲、さゆりんご募集中を歌唱したメンバーを含む5人組の、軍団。真夏さんリスペクト軍団真夏さんリスペクト軍団は、シックスティーンスシングル、さよならの意味の収録曲、二度目のキスから、を歌唱したメンバー。女子校、カルテット女子校カルテットは、セカンドアルバム、 それぞれの椅子の収録曲、公約束、セブンティーンスシングル、インフルエンサーの収録曲、人生を考えたくなる、にセカンドシングル、帰り道は、遠回りしたくなるの収録曲、告白の順番を歌唱したメンバー。女子校に通っていたメンバーで結成。姉美坂姉美坂は s e は、セブンティーンスシングル、インフルエンサーの収録曲、意外ブレイクを歌唱したメンバー。 グループ一期生年長メンバーで結成。ナスカナスカはセブンティーンスシングルインフルエンサーの収録曲アナザーゴーストを歌唱したメンバー。ナナセの、ナ、アスカのス、マリカのカの組み合わせ。カスミソウカスミソウはセブンティーンスシングルインフルエンサーの収録曲当たり触りのない話を歌唱したメンバー。カスミソウの花言葉は名脇役。 主役を陰で支える力のあるメンバーという意味が込められている。若様軍団若様軍団は、ナインティーンスシングル、いつかできるから今日できるの収録曲、失恋お掃除人を歌唱したメンバー。4名に共通する1文字、美からは月が3期生を結集。藤桜なし富桜なしは、トゥエンティースシングル、シンクロニシティの収録曲、雲になればいいを歌唱したメンバー。 エトウの、と桜井の、桜、エリカの、り、と、それぞれの名前にある花の組み合わせ。妹坂井妹坂は、トゥエンティースシングル、シンクロニシティの収録曲、ことだまを歌唱したメンバー。表題曲の選抜3期生、メンバー4名で結成。1期生、オーディション2期生、オーディション3期生、オーディション4期生、オーディション5期生。 オーディションのぎざか46合同会社は、乃木坂46関連のマネジメントを行う、運営会社かつ芸能プロダクションであり、乃木坂46現メンバー全員及び一部の、乃木坂46元メンバーの所属事務所である。乃木坂46所属メンバー、乃木坂46元メンバーこの記事は、以下のカテゴリーでも参照できます。乃木団に関するカテゴリー、 小地坂46に関するカテゴリー、刺坂46に関するカテゴリー、乃木坂46合同会社に関するカテゴリー、ありがとうございます。